アフロディータはさ、喧嘩してんの？それともそうでもないの？どっちなの？なんか喧嘩みたいな。声大丈夫？なんか声が昨日から突然出なくなったの。さあ、じゃあこれ歌えない、歌えないじゃん。もうタムロがなっちゃんの分まで歌うね。ありがとう。叫ぶね。でも今日なんかそんな喧嘩してる感じしなかったけど。結構誤爆とかしてたもんね、前まで。ね、どうなんだろう。あつみさんも白を狙ってるの？どうですかね。まあ、次の白の挑戦者は未来に決まってるから、赤がまだ決まってないので、でもこのシングルのベルトへの熱意をいろいろなところからビシビシ感じてます。生き物だったね。改めておめでとう。ありがとう。かっこいい。ありがとう。2人が来てそばで支えてくれたおかげ、本当にありがとう。嘘できるの？なんで嘘できるのよ。本当に思ってる。2人はでもまた取り返しに行くんでしょ？リスタートで。何十年ぶりは言い過ぎやない？何年ぶりかのだね。楽しみだね。夏よろしくね。よろしくね。バイバイ。バイバイって何？ね、何だと思う？なんでしょうね。オタクでね、ベルトなくして悔しかったけど、もう前向いてるから。今日だってずっと顔を覗いてたこと。リングでやっと対面できたんで、夏美明日よろしくね。宇宙一きらめくスターダムのビッグマッチ、スターダムサンシャイン2023、6月25日国立代々木競技場で開催。明るく激しく美しく、そして新しいスターダム。自分らしく生きること、それが何よりも彼女たちを強くする。新日 SS ゲームの中で会いましょう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル、最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。